アイマクティです。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっと緩めの企画っていうか、僕のガレージでの悩みなんかを話しながらですね、ちょっといろいろ作っていきたいと思いますので、よろしかったらご覧ください。どうぞ。まあ、ガレージの悩みっていうのは、まあ、特に賃貸、僕みたいなこの賃貸のガレージ、下がね、まあ、ガレージになってて上に住居があるんですが、便利なんですけど、やっぱり賃貸なので、そのガレージでこう棚とか、どうしても工具とかいろんな置きたいものとかね、床に置くだけよりもどうしても棚を作りたくなるじゃないですか。でその棚を作るのにも、やっぱり賃貸で壁に打ち込むわけにもいかないし、倉庫みたいにこう金属のねフレームが走ってるわけでもないので、いつもね悩むのが、置く場所がねえなと、ツールがねあれも欲しいこれも欲しいってなってくるんですよね。いろいろ自分でやっていくと、 Do it yourself って、まあ、DIY をやっていくと、どんどんツールが増えて、少しでも整理をしたいって考えるんですよ。でその整理をしたい時に、どうしても突っ張るその棚とかね、突っ張り棒とかね、そういうので棚とかもうしょうがない、作るしかないななんていうことで、よく突っ張り棒でこう作ったりとかする人もいると思うんですけど、まあ、僕はちょっと突っ張り棒よりもしっかりしていて、もっとなんていうのかな、簡単に置けてっていうようなやり方をちょっと考えて作ってます。例えば、こういったね、これ今このガレージのこの工具をかける棚、これも釘も一本も使ってないで固定されてるんですね。でどう打ってるかというと、この棒をねここでロックさせて、この木でサポートしてると。で斜めのこの部分にも、まあ、こうやって固定できると。ちょっとねまた手狭になってきて、いろいろね棚が欲しいななんて日々思ってるわけです。今日はここの流しがちょっと汚いんですけど、取るなら綺麗にしろよって感じですけどね。ちょっとここにね一個棚を置いて、でここにちょっとペーパータオルなんかを取れるようにしたいななんて思ってます。今ペーパータオルこっちにあるんですけどね、ここだとねちょっと濡れた手でこの上を横切ったりとかするので、ここに棚を一個作ってペーパータオルの保管場所とかね、ここの手を洗う部分で便利にしたいななんて思ってます。まあ、とりあえず木を切って、こういったね 2x4 的な2センチ4センチかな、木材2本と、あとは物的にはこんなものが4つですね。あと鬼目ナット、これが M6 でちょうどはまると。でこれを木の中に埋め込んで、まあ、これを壁で固定するのがいいか、一回木を間に挟むのがいいか分かんないんですけど、まあ、そんな感じで仕上げていきたいと思います。できた。よし、カウパーをつけてた。つや消しブラック、
はい、棚完成と、まあ、非常にこんな突っ張りの感じで簡単に作ったんですけど、でこれはプラ板ね、プラ段、段ボールか。でこれちょっとぶら下げられるようにこうやって作って、これで洗ってここで手を拭けるという感じです。まあでもこうやって棚に置けるので、これで買い置きしてもまだいっぱい置いておけると、まあたくさん使うのでね、まあ、こういうのを置いておけるといいですね。はい、てな感じでですね、今日はちょっと棚を追加で作りました。こうやって一個一個棚作ったりなんだりしていかないとね、こう物がこうどうしてもいろいろ片付いていかないので、今日はちょっととりあえずペーパータオルを置いておく棚と、ペーパータオルを洗ったところで取りやすいようにしてね、結構いろいろみんな来てそこで手洗ったりする際にすぐ手拭けるようにというので追加しました。制作費めっちゃ安いんですよ。あの木が1本100円かで、2本で200円で、あの金具が1本100円しないぐらいかな、100円かな、4つで400円ぐらいで、鬼目ナットが30円ぐらいということで、合わせてもねすごくこんな感じで安いですよ。こう突っ張り棒とかってバネでこう押さえるからよくドーンと落ちちゃうし、強いバネにするとこの太いし長いしっていうことで、いろいろ家に合わせてね、こう賃貸とかも長さ合わせる大変じゃないですか。なのでこうやって木で自分でああいうように打ち込んで作れば、まあ簡単にできるわけですね。で鬼目ナットは9ミリで、ボルトは6ミリの使ったので、まあ、ドリルがちょっとこうまっすぐね打っていく必要があるので、まあ、その辺が簡単にできる人だったら簡単だと思います。でちょっと、まあ、塗装して黒とかね、まあ、シルバーとかなんかいろんな塗装しておけば、パッと見た時にこう全体の、僕のガレージは真っ黒に今してるんですけど、ガレージの統一感も出せるかななんて気がします。まあ、こんなことで数百円でできる遊びですね。まあ、棚も整理できるし、まあ、こういうのは別にガレージじゃなくたってキッチンだってどこだってできるわけですから、まあ、ちょっとしたところにタオルを置いておきたいとかね、洗面台とか洗面所のところに棚を作るとか、そういったのもこの技を使うと簡単に追加できて、賃貸なので出る時にもこう穴も開かないので、まあ、釘打たなくてもこういう技があるということで、これね、塩ビのパイプ、こういったものもすごく便利です。お手拭きタオルみたいな感じでペーパータオルこう刺しておく棒とかね、これこのままだとちょっとチャチーク感じるので、シルバーとか黒とか塗っておけばいいんじゃないですかね。今日もご覧いただきありがとうございました。それじゃあまた。